出るよ。回ってます。はい。はい。ここは産経新聞社のね、ビルらしいんだよ。新しい未来へ向かう武士道だよ。知識の根底としては、葉隠れの武士道のみです。まず武士道というのは、国のために何かやるというのはね、人間の基本だから。そうか、今日はどうもありがとうございました。どうもございました。ありがとうございました。これからね、大手町に行くんだよ。産経新聞とね、あの松下政経塾っていうところがね、主催してね、講演会があるんだよ、セミナーね。そこの講師でね、頼まれて行くんだよ。今回のセミナーは初めてですか、うん、社長登壇されるのは。いやいや、松下政経塾関係はもう何だろう、何回、10回近くやってるんじゃないかな。あ、10回近くされてるんですね。そうですか。未来の経営者とかそういう指導者を担うような。そうだよ、松下政経塾はもうそういうとこだから、はい、ちょっと大手町はな、かっこいいんでね、ビルの周り。はい。この竹橋会館と俺結婚式やったのね。そうなんですね。これ今竹橋会館左にあったの。あれはもう大手町かよ。はい、もうついちゃいますよ。結構近いんだな。はい、かなり近いんですよ。カンカンですね。ええな。産経新聞社の中でここで今日やる。ここは産経新聞社のね、ビルらしいんだよ。どこから入るんだろうな。松下政経塾いつ頃から来てんの。は、あの今年の4月入塾で。ああ、そうか。まだ3ヶ月、4ヶ月目に入ったところ。ああ、そう。政経塾はね、やる気がある人が多いんで、そうですね、あの喋って楽しいよ。ありがとうございます。志を持って、うん、あの日本のために何かやりたいという強い思いがある。国のために何かやるっていうのがね、人間の基本だから。これがないと人生は何も立たないよ。松下政経塾だから政治なんかって興味あるの。私はでも経営者志望で、それこそ人間力とか松下幸之助さんのことが大好きで。経営もいいよな、はい、松下幸之助の俺本も書いてるんで、あ、そうなんですか。読んどいてな、うん、はい。政経塾で講演したやっぱり内容が松下幸之助について講演してんだよ。あ、で、はい、悲願へっていう本出してるから、ちょっと調べて読んでみて。調べてきます。ありがとうございます。頼むよ。はい、これは取れた。今日はどんな講演内容なんですか。新しい武士道って、これ武士道を将来どういうものに応用するかという、はい、新しい未来へ向かう武士道だよ。武士道の応用編なんですね。そうだよ、42期生の水上由紀と申します。四季先生のご講義を楽しみにしています。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。あの毎日アップされてらっしゃるそうで。そうなんです。あの僕は初めて四行先生をお会いさせていただいたときは、そのご講演にですね、あの行かせていただいたんですけれども、まあ、その時にですね、あの当時その芸術に関するお話をあのご講義の時にされてらっしゃいまして、その時にですね、やっぱりあの私も芸術というのをバックグラウンドで持っておりますから、すごい感動した覚えがあります。やっぱりあの共通のお知り合いの方があのいましてですね、あの萩焼きのものですね、あのメーカーの三輪隆起翔先生という方がいらっしゃいまして、あのその先生、とお会いした話などをちょっとさせていただいたという記憶がありまして、あの、まあ、そこでですね、あの先生もあの深くお付き合いが あられるということでですね、あのすごくそれで嬉しかったという記憶があります。本当にあの日本でも、お一人のもう稀有な方だというふうに尊敬しております。いい
イメージがちょっとバイブになってきた。面白くて引き込まれて。あの実に活かせることが多々あったんで、はい、初めてすぐまでなった。はい、そうです。皆さん、本日は第1部基調講演ということで、これからの時代に求められる新武士道ということで、茂宗秀先生にお越しをいただきました。今日はですね、本当にこういう栄光ある場所にお招きいただいて、本当にあの名誉に思っております。挨拶することはあれなんですけども、僕が割と喋ることはですね、精神論的なことが多いですね。魂に関する言葉です。で、魂に関する言葉はまず前もって言っておきますと、割と今の人っていうのは聞き慣れてないですね。物質的なことを聞き慣れてる、勉強も全部物質的ですし、友達と例えば文学論とか魂の会話もほとんど今ないですから、割と皆さんが自分で思ってるよりも魂に関することは聞いてもわからないと思ってください。だからここにレジュメを用意しました。でレジュメというのは何かというと、文字というのは物質なんですね、よくも悪くも。だから文字を通すと精神論を話している人の話が非常に入りやすいですから、だから僕は講演はほとんど全部レジュメを作って皆さんに配布してますんで、お話を聞きながら合間合間に喋ったことを文字で、ね、確認しながらやってください。文字を見ますと物質に、こう想念が物質に還元されて必ず中に入りますから、そういうことでよろしくお願いします。僕はもう小学校からずっと博士が好きで、そのように生きようとして、まあ、73歳の今日今日までいるんですけども、これが博士の一番の僕の恩恵なんですけども、そうやって生きていれば限りない自由を手に入れる。僕の人生も証明しています。とにかく知識の根底としては葉隠れの武士道のみです。まず武士道というのは道徳から離れた真の人間の躍動だということで話を聞いてください。具体的なもので1番目、武士道とは何かというところに入っています。で、物質文明に毎回精神文明は負けてきたんです。本当に精神とか魂をやる文明に戻らない限り人類の未来がないというのが、まあ、最近では多くの人が言ってますよね。どう展開するかということは、こういう苦悩の歴史に突入すると思います。で、その時に参考になる本としては、ね、一番いいのはね、その先ほど申しましたね、ミルチア・エリアードというね、西洋の宗教学者ですけど、原型の思想というのを築き上げた人です。この人の本をね、ちょっと読まれるとね、文化の原型から原型がどう発展して未来の文化を作り出すかということが非常に分かりやすく書かれてますね。みんなが自分が持っている生命、自分の生命を本当に自由に躍動させるために武士道の精神を生かしてください。自分の生命を全部その自分の生命の伝承に捧げ尽くすつもりですから、死ぬ瞬間まで僕は、まあ、自分の信ずる活動をするということなんですけど、それも一つの決め方。これを決めとくとね、僕の例で言うと、まあ、本当にもう自由です。何にもあとは考えるのないです。死ぬ日まで働くだけですから、死ぬ日まで自分に来た運命に真正面から体当たりしてどんどん行くという思想ですね。まあ、いろんな哲学が好きで言うと、マルチン・ハイデッカーも存在と時間という最大の哲学書で、人間は死に向かって存在する生き物であるということを説いています。で、それを理解することがこの地上の空間と時間というものを理解するための根源であるということをマルチン・ハイデッカーは言っています。必ず新しいものは古いものから生まれますから、絶対に新しいものをやった人は古いものが好きです。これは、歴史を見ても現代社会でも例外は僕自身も会ったこともないし見たこともないですね。例えば現代の若者文化を率先してこうやってるような人いるじゃないですか。若者文化、僕はあんまりよく知らないけど、でもそういう人も僕はね、デザイナーとかね、音楽家なんか知り合い結構いるんですよ。で、知り合いの人はこう個人的には付き合いがあるわけ。みんな人間としてはね、すごい古いです。デザイナーって越野純子さんなんて今
ますけどね、もう有名な方ですよ。で僕は人を親しいんですけども、あの人なんかももう古い家で育ってね、古いそのなんていうか人間としての生き方、ものすごく古い人ですよ、うん、でもデザインは僕も大好きだけども、前衛的でものすごい新しいですよね。もう星野純子っていうのはもう前衛の代表で、僕は星野芸術っていうのはね、あの縄文の芸術というふうに言ってますけど、縄文時代が現代にも舞い降りてきた、それこそ天孫降臨ですよ。縄文時代を現代に天孫降臨させたのが星野純子だと僕はそういうふうに思ってる、ね、一番大きな思想は負けることが勝つことなのだと思いますよ。この思想がわからないと勝とう勝とうとしている人はもう絶対に勝てないです、この世の中。本当にただの戦いもそうなんですよ。それこそ喧嘩とかね、剣術の試合とかね、あんな嘘みたいな、戦いでも勝つ方の人というのは必ず負けることを知っている人なんです。何を言いたいかというと、皆さんも何かやるときには合理的で計算通りのことは全部ダメなんです。本当は必ず何かやるときには、僕もそうでしたが、歴史上の人物を見ても必ず何かやるときから皆さんの魂の中から出てきますから、魂というのは混沌なんです。混沌の中から出てきますから必ず狂気に見えるんです。じゃあ狂気なんだけれども、この我々が生きている時間化作用を受けている地上の中で価値があるかどうかの見分け方なんです。この見分ける見分け方が筋が通っているかどうかというか、狂気であっても筋が通っていれば市場的に価値があると思います。ここを皆さんが得していただくと、まあ、神話も全部だから混沌なんですね。神話もだから混沌であり、あれ真面目に読んでれば狂気なんですよ。ところがあの神話の中に地上に降りた人間たちを本当に生かすヒントがあるわけです。これが僕が自分の人生を立てるためにいろんな偉大な人たちのこと思想を勉強してきて、で自分の座右銘になりそうな言葉を抜いて作った本です。でどういう経緯でその言葉を選んだかというのが書いてありますから、ありがとうございました。道徳が基準という話があって、まあ、深い道徳が、ね、はい、一番深いものが筋肉、はい、それと僕は例えば人を殺すとか自分を殺すっていう2つとかがやっぱりそこの時に一つ当てはまるのかなって思うんですけど、もちろんその一方で例えば三島由紀夫が滑覆自殺したりとか、あれは自殺ではない、あれは抗議の自決だから、はい、あれはガンジーとかいろんな仏教ともやってるよね、火で燃えたら、はいはい、あれは信仰に基づく、あれは自決というんだよ、はいはい、あれは抗議、それと自殺っていうのは一般には自分大事の 、はい、自己保守の自殺やん、はい、あれはもうダメに決まって、自分の命っていうのは自分のものじゃないから、はいはい、命も、はい、それが分かれば分かる、エゴイズムなのか国のためにやったのかまたは家のためにやったのかと違うわけ、はいはい、あ、少しちょっと分かりました。だから自殺っていうのはもう自分、はい、自己のためにやるから、分かりました、はい、ありがとうございます、うん、はい、それでは杉岡さんよろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは、重岡と申します。もう、まあ、の鉛筆で紙に書くっていう、まあ、それだけのコートを、神話という中にその民族の涙が入り込んでいるという綺麗な言葉を頂戴したのは、未来を作るというのは実は新しい神話を作ることなんだ、四条総集さんからビシッとこの一言で、おっしゃっていただいた、まあ、私たちは、まあ、そういう意味では未来のビジョン、これを作るのは新しいものを勉強するだけじゃなくて、実は古いところから新しいものを復元した方がいいよというのが今日千代先生から教えていただきました。ありがとうございました。
っしゃる通りだなって、この決められた、まあ、いくつまで生きるかわからない人生の中でこうどう自分の使命というか宇宙から与えられたものを実現していけるのかみたいなところが重要だなと改めて感じました。24時間のカメラがスピン回るっていうのは大変じゃないかな。だって毎日 YouTube 上げてるから、はい、ショート動画毎日上げてる、全部撮っとかないと、はい、はい、そうですよね。ちょうど田村先生もいらっしゃいましたので、YouTube だけ特別にやるってないのかな。日常ですもんね、はい、途中で上げてるわけ、うん、山に行くか、食べ物編が好き食べ物編こうか、こんなもんか、あ、はい、その説ありがとうございます。佐々木でございますが、うん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。話の回を何回も話しました。今日が一番最初に出た動機だった。人間のね。脳よりも。脳がもう最後の最後。でも今日最後に言ったらシェイクスピアの言葉がいいだろう。あれがね、なんか物事をやめる。だから、狂気だけじゃもちろんダメだ。筋道。筋道がいる。ここね。歴史上の人も全部そう、明治維新の志士もみんなやりたくないけど自分がやらなければ国が植民地になると思ってるから立ち上がってるんで、やりたい人なんて一人もいないの。そこはどうか、そこはだからそこはね、みんな独立意見のきついところなんだよ。日本の政治がダメなのはやっぱり政治をやりたい人が立ってるから、全てのものはもう終わりだ。放射能なんかはもう一番分かりやすいですよ。放射能だけじゃなくて何千とい う, もう項目全部がダメだ。でも後戻りできない、原発だけはそれこそなんかキリスト教に基づいてできた文化っていうのは非常に大きいじゃないですか。だからキリスト教を否定したってことは歴史と全文化を否定したっていう意味だから、もうヨーロッパは終わりなんだよ、うん、終わりだということが分かってないとか、だから俺なんかには理解できないよ。でも日本人だって武士道を失ったって生きていけると日本人は思ってるし、だから日本は戦後いち早くキリスト教を失ったヨーロッパと同じ体験を日本には来てるんですよ。でも実感ないでしょ。だって俺なんか帰って変わり者に見られてるんだから。田村さんのね、いつも俺に言うんですよ。でも言わないってのはみんなが分かってくれねえ、あの分かってくれねえってのは自分の欲望なの。自分はどうせ死ぬんだから、もう求められたら自分は自分の意見を述べればいいんだよ。あとはただ一人で生き、ただ一人で死ねばいい。分かった分かった。いやもう見たことないよ。分かったんですよ。分かったんじゃないですけども。分かりました。分かった。聞いたっていいじゃないか。いやダメ。聞こうとするとやっぱり緩む。緩む。なるほど。理由を聞いちゃうと心が動く可能性もあるわけ。あ、これ何で恥ずかしくするんだよ。定例語。丹沢の山。丹沢山。丹沢山。丹沢山。ここがね、僕の部屋から見た外の景色です。すげえとこですでしょ。でしょ。だね、環境のいいとこ住んでるから、ね、悩むんだよ。環境のいいところで引っ越した人は全員同化してみんなの自分大事になる。それはわかる。それ良すぎる。毎日美しい自然見てるとね、日本のためっていうか、まあ命を国のために命ってあげ出そうとは思わないよ。国のためにやった時命を投げ出すとか、だから僕はね明らかに対価しただらけしてるんです。そうだよ。俺に言わなくていいから何さっき言った。あれはもう、もう人間が滅亡して超人間だけが残って AI と共存してるから、それがもう走りが今若い20代の人なんかも出てるわけ。カフィンとか長見人口とか、あとはね芸能関係で、ね、あの人も新しい学校のリーダー。先生そのどういったところがすごいって思われた。ドリブル前、歌も前、それが全てが芸術的なところですが、もう全てがもう突き抜けた。どっからそういうルーツをキャッチするの。そう知らなかった。いや
あんなもんだって才能なんて2秒見ながら今から撮るわ特攻隊って言ってましたよね特攻だって社長、まあ、武士道で武士道は、はい、男の文化なら昔の特攻隊の精神と全く同じものを女がやってるわけ感動するよ神様の一部みたいなの新しい人種でじゃあ真似しようと思ってももうできないですね当然絶対にただこれから行く人生の行く末があれを見てると分かるとああいう名前と AI が見せてどういったところが一緒に残ったんですかどんな人が通ったのかなと思って初めてだったんですね初めてだったんです講義を伺ったのは初めてそうだったんですねなので著書は書いてもしれました机に置いてありましたもん置いてあったんですよ書いてあった運命をちゃんと読まれたじゃあ西さん今日ね覚悟が決まったまだちょっとそこまではまだちょっと現世がまだ諦めきれなくてですね見てるからさ社長おおっていうのはさ耳についちゃったあれは結構ね、はい、あれ偶然なんだよあれ人気あんだよあれね耳に残りますねらしいよなあれ偶然の偶然に考えたそうですね、はい、真似してる人多いあの遠隔に館長の横田なんていうシーンを真似してたから俺が言ったら社長って言ってたもん人間界でも本人一切だけ俺は73年間の人生で自分で良かった時期だと思うんです後から考えたら全部ダメな時不幸なんだ体も悪いとかあといろんな人生上で不幸ってあるじゃないそういう時期が俺がいろんなもので立ち上がった時期で俺も幸福な時期ってあるわけよ全然幸福な時期はねなんかもう何にも変わる偉大なことはない修行先生にお目にかかっていろいろお話ししてるうちにですねやっぱりこう自分は何者かっていうのを考え出したんですよね4、5年前からですねでその後でまあこの1、2年そこからやっぱり自分の使命について考えておぼろげながらこういうことなんではないかということでやっぱり今その道を意識してまあ、突き進もうというふうに思ってるんですけれども本当これも茂雄先生のおかげなんでぜひこれからも、うん、ご指導いただきたいというふうに思ってます茂雄先生は松田政経塾でも講義をいただいたたびたびいただいてるんですが一言で言えば筋の通った方だと思いますやっぱりその生き方ですとか、まあ、信念、心情のその全てがやっぱり一つ一つの言葉に、まあ、筋が通っていらっしゃってそれが非常に心に響く方でやっぱり非常に尊敬をしている方でございますいや茂雄先生やっぱり知の巨人だと同時に覚悟があって、日本民族のためには立ち上がらないといけない、まあ、その言葉は今日は本当に刺さりましたありがとうございました今日は皆さんお疲れ様でした、はい、ありがとうございましたああ帰ってきたな社長お疲れ様でございました疲れたなんていうレベルじゃねえ、はい、もうヘトヘト7時です7時もうヘトヘトだよ、はい、公演もして絵まで描いてなんか居酒屋も50年ぶりに行かれてそうだななんかすごい1日でしたね全くだいや社長今日 手取りましたね社長の手をね、はい、スケッチ取ったんだよね、はいでこれスケッチで描いてみてね自分の手指がねあまりに短いのに73年の生涯で初めて気づいたなんか俺って人より手のひらが大きいんだねひらが大きいですよね社長、うん、大きいんだよそれをねスケッチしてみて分かったんだよよかったね今日ねよかったですね分かって、うん、で社長スケッチは見せないですかこれがスケッチだよ、はい、社長が描かれたんですよねそうでなんかね指が短いこれなんか嫌だやだ俺はもうちょっと指が長いつもりでいたんで、はい、非常に不満だこれ
ショックを受けてたんですね。そう、なんかずっと思ったのと違うなっておっしゃってたんですよ。そうなんだよ、なんか変とおっしゃってましたもんね。自分が思ってたのと違うんでなんかね意気消沈しちゃったよ。いや疲れたな今日はな、一日な。いや、まあ、かなり有意義だったな、はい、今日は産経新聞と松下政経塾が主催したネクストリーダーズサークルというところで講演してきたんだな。いや結構疲れたけど結構いい人ばっかりでよかったよ。はい、居酒屋に50年ぶりに行った、はい、疲れたご飯美味しかったですけどね。ご飯自体は美味しかったな。はい、うん、おう